ちは、ハートフルバザールのロッコです。 Hi everyone, this is Kiki from Kiki's Pod. Kiki's Kilt の雪野です。こんにちは。今回は EPP でパッチワークの第6回、前回までに使ってきた針と糸をレビューします。でここまで使ってきた、針と糸のおさらいバージョンです。じゃあ今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずは、一番最初にする、紙を布でくるむ時のベースティング、しつけの時に使う糸、これは、ステイトで何でもよくて、ミシン糸でもうスプールにかかっている糸が短くなりすぎてミシンでは使えないけどもうもったいないから取ってあるような糸を使ってもいいし、こういうダルマ糸とかしつけ専用の糸を使ってもいいし、私みたいにこういうピーシングをするときに使ってる糸と針、これを使い回したかったらこれを使っても全然大丈夫で、ただこのツルツル細くてピーシングとアップリケに向いているこの細い針と糸でベースティングをしてみて気づいたのは、ベースティングこれしやすいけど、ピーシングをするときにこの糸取れてきちゃうのね。だからやっぱり一番このしつけ糸と呼ばれている綿 100% のザラザラしててそれなりに太さがあって木綿針にかけて使うしつけ糸が一番理にかなっている気がします、ただ、何を使ってもいいです。そして、このベースティングができたらピーシングをします。でピーシングをするからピーシング用の針とピーシング用の糸って思うけど、ここは EPP なのでとにかく細くて、ツルツルしてる針と糸が必要です。なのでここで使うピーシング用の針はアプリケ用の針とアプリケ用の糸で、アプリケ用の針を実際に買ってこう掴んでみると分かるんだけど、穴がとってもちっちゃいので多分ピーシング用の糸は通りません。なのでそうなんだよね、細い糸が必要なんだよね。そうなんだよね。私はピーシングだからやっぱりピーシング用の針を使ってたんだけど、それはなぜかっていうと、アプリケ用の針に合う糸を見つけられなかったから。だから本編でゆきのちゃんに最初に教えてもらった時は、もうピーシング用の針で、ピーシング用の糸でやってました。そっか。でもアプリケ用の針を買って、それに合う糸を見つけたんだよね、日本で。見つけましたよ。どんな会社の、なんていうブランド？見つけちゃいましょう、これです。キングポリエステルミシン糸。キングポリエステル糸は何用として売られてるの？これはもう完全にミシン用で、アパレル系の。そっか、お洋服を作るときに使われるんだ。そうでしょうね。で80番っていうと本当に薄物縫いみたいな。でしかもこれを手縫いで使うっていうね。ね、そう。よかった。でね、そう100番っていうのも試したんだけど、それは縫ってる時にプチって切れちゃって、80番、このフジックスの80番が一番いいかな。だからやっぱり細すぎてもダメなんだよね、で、多分日本でこの、ボトムラインに相当するツルツルしてる糸を探すときはポリエステル 100% なんだと思う、キーワードとしては。これはアメリカだとこういう大きいコーンにかかっている状態でも買えるけど、この会社、スーペリアスレッドではこの糸がこういう風にボビンに巻かれてるこういうちっちゃいパックでも売っていて、で、普通のミシンにかけられる2サイズのボビンでも売っているから、私はこういう状態で持ってあるって、家で使うときはこのサイズ、で出先で縫うときはこういうのを持って
多分。なるほど、うん、だから、別々に買わないでこの大きいやつで必要な色糸を買って、うん、これを家にミシンがあるのであれば、うん、ミシンでボビンに巻きつけてこれを携帯用にすればいいっていう、うん、そうだねそうだね、うんうんうん、いや日本で見つけられてよかったね。本当本当すごく嬉しくて、うん、色をねいっぱい揃えるっていうのって必要ないのかなって思うのね。特に細い糸だと、うん、なおさら表に見えにくいじゃない。そう。それをすごい、だから雪乃先生が再三、うん、その糸はね目立たないから、うん、そんなにいっぱい揃えなくていいよって言ってくれてたのが、うん、そうだねってやっと分かったって。だってそうは言っても私の縫い目汚いから見えるじゃないって思ってたの。見えない見えない。ね、だけどこの糸に出会って、うん、アプリケ用の針を使うようになった。マーク見えないじゃない。見えないんだよ。だから、例えば今この画面に映ってるブルーがすごい多い、うん、でも、背景が白地のピース2つをつなぐときに何色の糸を使うかっていう話で、私だったら今ここに映ってる白、うん、でミシンをする、ね、うん、でさすがに茶色は使わないけど、うん、でも、ブルーがブルー系統で、うん、あの同じ感じのブルーじゃないけどブルーがあったらそれを使ってみてもいいと思うし、うんうん、とにかく見えないから、うんうん、対照色の赤とか使わない限りは、うんうん、ほぼ見えないと思う。本当そうなんだなって思ったね、うん、ありがとうございます。もう本当に嬉しかったこの糸が決まった時には、うんうんうん、ね、アプリケ用の針もだからいろいろこう買ってみたりしたわけですよ、うんうんうん、先生に勧められたものとか、はい、あのキルトのね先生に勧められたものとかいろいろ買ってみた、うん、じゃあグリーンのパッケージに入ってるのはコットンボールだから日本製、クローバーも日本製だよね、あ、チューリップも日本製か、全部日本製なんだ、全部日本製だね。今手元に映ってるのは針の長さどのぐらい？3センチ、ね、一番短いのが多分、うん、2.8 ミリみたいだ、28ミリかな、すごい短い。へえ。で、これが一番長くて 33.3。33.3。うんうん。です。なんか私は長いのが好き。うん。この三社いろいろあるけど、うん、全部使ってみた？全部一通り使ってみた。で、あ、ごめんなさい。うん、あのね、これはちょっともうちょっと長いや。うん、これね、多分40ミリくらい、あの広島バリ、広島バリ、うん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 、これは40ミリくらい、ビッグアイ、ビッグアイね、うんうんうん、ビッグアイの長さってやっぱり自分の手に馴染む長さってことでしょうね、多分ね。クローバーは基本的に33ミリだよね、なぜか、うんうん、そう、なんかね、日本の針は 33.3 ミリっていうと、うん、多分 28.8 に統一されている気がする、うん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 、なぜか知らないけど、なぜかわかんないけど、うん、そう、いろんなメーカーのこう買いあさってみたけど、うんうん、大体それに統一されてる感じがする、うん、で、いろんな会社の針があっていろいろ使い分けてるとだんだんわけわかんなくなってきちゃうから、うん、でここでおすすめなのは、6個の針山見せて、うん、こういうふうに、1,2,3,4,5,6 箇所こうピースがあの柄が違う針山だったりすると、うん、じゃあクローバーの、はい、12番の針はこの、黄色の
ところに刺しておいて試しに使ってみて、でクローバーの、ブラックのなんだっけ、錆びにくい針とかは、じゃあこっちのピンクのところに刺してみてとかって言って、使い分けてみたりとかもできるし、針山もあの私なんかはたくさん作っておいて、アプリケ用にはこっちの8番の針は この針山に刺して、10番はこっちとか、あとは曲がってきちゃったやつは、針山のこっち側に刺しておいて、で、出してすぐのやつはこっち側にとか、そういう風に使い分けたりとかもします。近くにさ、一緒に EPP 始められる人がいるといいよね。そうだね。私がこの、ボーインの9番と10番の針を買った時も、一緒に買い物行った友達と、EPP をしていて、いつも使ってない針を買いたいんだけどっていう話をしたら、それぞれに違うサイズのパッケージを買って半分ずつ交換したっていうことをしたから、このパッケージの中には針が2種類入ってるんだけど、そういうこともできるよね。みんなそれぞれ違うの使ってみて、それぞれにレビューして、私はこの方が使いやすいっていう、針の太さ、長さ、ブランド、お気に入りが見つかるといいね。なんかね、そういうことができればいいよね。まあでもちょっと参考になればって感じで、じゃあこれは、アプリケ用の針、アプリケ用の糸でピーシングをするっていう話だったんだけど、じゃあ、アプリケをするときにはどんな針と糸を使うか、で、待ち針も使うけど、しつけをかけるときには、しつけ針と糸の再登場なので、アプリケのピースを、土台のに重ねたときに、最初の布を紙を布で包むときはステイト何でもいいって言ったけど、やっぱりアプリケをするときのステイトは、滑りにくいザラザラしてるこのステイトがいいんじゃないかと思います。やっぱりこうずれない、抑えるっていう工程のしつけだから、やっぱりね、あのここにいてちょうだいっていう場所にピースが乗っていてくれないと、やっぱりアプリケするときに波打っちゃったりとかするの で、ここは、木綿針と、この木綿の糸、これを使います。このツルツルのはダメですね。ダメだね、向かないな、細いし。で、じゃあ、アプリケをするときはアプリケ用の針とアプリケ用の糸、細くて、細い針とツルツルしてる糸で、これさえあれば綺麗にアプリケできます。はい。で、日本で手に入るのはこのフジックスのヒングポリエステルと80番おすすめです。80番、いかがでしたか？ご質問やリクエストがありましたら、ぜひコメントくださいね。次回は、なんとミシンを使ってクリスマスフレームを作ります。ぜひまたご覧くださいね。See you next week! Bye!